1976年の新駅と周囲500メートル範囲。左下が砂川方面。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成新駅はかつて北海道歌市内シアザ新井に設置されていた北海道旅客鉄道歌市内線の鉄道駅である。電報略号はモイ。歌市内線の廃止に伴い、 1988年4月25日に廃駅となった。北海道炭鉱鉄道空地線が宇多市内まで開通すると同時に、同社新移行からの積み出し使用専用線も開通したが、当駅の設置は新移行よりもむしろ同社、空地港の西山港からの運搬のためとされる。西山港は1896年に開け行師。 出荷量が新移行よりも多かったため、北端はこの開発を計画して、上砂川地区への展開を図ったが、断層やガスが多いとして、断念、1924年には、航空の一部を三井鉱山に売却するなど経営を縮小し、1931年に閉山した。北端新移行専用船のほか住友新大田市内炭鉱専用船、 三井文樹丹高専用線及び西宇多駅ができるまでの住友宇多市内丹高専用線の管理駅であった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する無人駅であった。有人駅時代の駅舎が残っていた。北海道炭鉱鉄道が1893年に申請した航空名の真意から取られた。当該者が航空をこの名前にした由来は、 よくわかっておらず、近くのカムイヌプリもしくはペンケウタシナイ側の支流、カムイシンデレルマップからカムイを取ったのではないかとされる。また、カムイではなく、カモイと名まっている理由は不明。ちなみに、地区の名前はカムイで名まっていない。駅跡には2021年7月に、ウタシナイ市地域おこし協力隊員の提案により、当時のデザインを再現した駅名標が設置されている。 ありがとうございます。